名古屋高速道路は名古屋高速道路公社が維持、管理等を行っている名古屋市とその周辺地域にある路線長8 1 2トルの都市高速道路である。一般には略して名古屋高速と呼ばれ、新聞記事でもこの名称が使用されている。名高速とさらに略される場合もある。1994年12月16日地域校。 規格道路の計画路線に指定された。名古屋高速は、東西軸1路線、南北軸2路線に加え、南北軸2路線間を連絡する分岐線2本をその基本構成とする。それらの各路線末端部では、名古屋市とその周辺部を出入りする高速道路、または幹線道路と接続している。また、すべての路線は、名古屋環状二号線と接続することで、放射道路と、 環状道路の連携が行われている。なお、2013年11月23日の4号、東海線6番北騎馬間の供用開始により、名古屋高速道路は計画された 81.2km の建設を終了し、全線の供用を開始した。これによって、名古屋高速道路公社は、建設団体から維持。名古屋高速は、首都高速や阪神高速と比較して、 運営開始が約15年遅れ、さらにその後の後期の遅延もあって、物価の低い時期に建設する機会を逸したことで、建設費用の高騰を招いた。その上、首都高速や阪神高速は、公外問題がクローズアップされる以前に開通しているが、その後追いの形で事業家が決定した名古屋高速の場合は、首都や阪神で顕在化した公外問題をまともに被むることになった。 このため、建設反対の住民運動が各地では飽き起こり、この流れが環境に配慮する道路構造の採用へと舵を切らせた。その結果、一部区間の道路構造を高架式からトンネル式に変更したことで、さらなるコストアップを誘発した。また、首都や阪神では1964年のオリンピックや1970年の 大阪万博など国家の威信をかけたイベントが開催されたことで交通インフラ建設推進の原動力ともなったことから都市高速についても十分にその恩恵を享受した。しかるに名古屋の場合は1981年における国際オリンピック委員会の開催地選考で韓国に敗れたことでオリンピック招致に失敗し、 成功すれば得られたはずの国家による資金投入も住民協力も得られず自いとなり都市高速建設遅延を挽回する機会を一することになった。これらの不運が重なって前線開業時点における名古屋高速道路公社の負債総額は約1兆7000億円と膨大な金額に上り、 これを完済するために通行料金は全国の都市高速の中では最高金額の770円で設定されている。もっとも借金の返済期限を延長して通行料金の低価格性置きを求める意見もあったが後者としては延長した末に将来の金利変動や通行量減少に遭遇するリスクを勘案し、たとえ高額の通行料金収受による世間の批判に さらされてでも延長なしによる関西方針を堅持することとした。しかし、2012年に発生した笹子トンネル事故を契機に、道路施設の老朽化対策として大規模改修の必要が生じ、これには2年分の料金収入に匹敵する多額の費用が見込まれることから、通行料金の値上げを回避するために召喚期間を延長するよう名古屋市と愛知県に同意を求め、 了承された。この結果、有料期間は6年延長され2045年12月までとされた。召喚期間終了後、名古屋高速道路は無料開放され、道路管理を校舎から愛知県と名古屋市に移管することになっている。なお、日本一高いと言われた名古屋高速の通行料金であったが2021年5月の名古屋第に 環状自動車道全線開通に合わせて料金体系が変更され、それまでの均一料金制から走行距離に応じた対距離料金制に移行した。道路は基本的に既存の幸福院の平面街路を利用し、その上に高化式で建設されている。名古屋では土地区各整理事業が進行した区域が多く、その状況下で都市高速の用地を新たに確保することは、 困難を伴うことから、用地買収を最小限に抑えるためにも、既存街路を利用することとされた。名古屋高速と周辺有料道路及び主な国道の路線図。道路法上は名古屋市道、または愛知県道である。先術した東西軸1路線と南北軸に路線、南北軸に路線間をつなぐ分岐線2路線で構成され、これを案内の分かりやすさから、 以下の路線故障とルートマークで表記している。路線番号は都心環状線東片葉ジャンクション接続の1号を川切りに時計回りで23456と不満している。道路法における路線図。一般向けの案内とは異なる道路法及び高射定環状の名称は以下の内容である。内が高射定環状の名称である。道路法における名称には 名古屋市域内で路線が完結する場合は、名古屋市道を管し、市域外を通過する場合は、愛知県道を管する。路線区間は地名に変えて出入り口、または JCT で表記した。車社会の到来が押し寄せた1950年代以降、経済発展と人口増加によって、100メートル道路に代表される幸福院道路を有する名古屋市内においても、 道路混雑が散見されるようになった。このことは中部圏の産業的な特性を考える場合、将来の道路状況に一末の不安を与えるものであった。中部圏の産業構造は名古屋市を中心として、その周辺4 0トル圏内に豊田、岡崎、半田、岐阜、四日市などの生産都市が林立し、それぞれが強い工業力を発揮している。そして、 名古屋市とは経済面の結びつきが強いことから名古屋市と周辺都市を結ぶ交通需要もまた旺盛であり今後の経済成長を考えた場合さらなる需要増が予測されたそれは1950年代でこそまだ円滑な交通流動が行われているがこのままのペースで自動車交通が増大すればやがては交通混雑を将来して都市機能が 麻痺状態に陥ることが懸念された。こうした状況下で1961年に建設省から名古屋県の道路調査が愛知県と名古屋市に委託された。その結果、将来の道路混雑を予見して街路網を整備する必要を解き、合わせて都市高速と環状道路を整備する必要性が示された。その後、もろもろの構想、検討が加えられ、 1965年6月までに整備計画の基本構想がまとめられた。この中では一般街路の混雑緩和を図る目的から交通の質的分離が提案されたが、これは周辺都市と名古屋市を連絡する比較的長距離の交通需要と市民の日常生活に密着する。 比較的短距離の質をことにする交通需要が同一平面街路で混在しては渋滞を誘発するためである。また、市外からの流出入交通すなわち走行距離の長い自動車にとって都市特有の数多い交差点待機が及ぼす時間的、経済的影響は決して小さくこうしたことから市外の平面街路はあくまで市内相互管理用のみの 短距離交通を当て、長距離の流出入交通については、連続立体道路での高速連絡として、自動車専用道路に収容することが望ましいとされた。また、先行して計画されていた名古屋環状2号線と連絡する放射道路が整備されたとしても、将来予想される交通量から受け入れ容量の超過が予見されたことで、これらとは別路線の自動車専用の放射道路を、 建設し、室の分離と合わせて量への対応も行うことになった。このことから、路線選定のコンセプトを都心と市街地周辺との連絡に置いた。そして選ばれた放射路線は、交通が集中する六方向とされ、その全てに名古屋環状二号線が接続するものとされた。その六方向とは、以下の内容である。 1. 1東名高速道路2、国道41号3、国道22号4、東名阪自動車道5、西北産業道路6、名志国道このうち、東名阪自動車道と、東名高速を直結する東西1路線、国道41号と名志国道及び、国道22号と、西北産業道路を直結する南北2路線、そして、南北2路線間を連絡する、分岐3路線で、 感情ルートを形成の上、録放射道路間の連絡を図ることとした。この基本方針は、その後一部が開廃されたが、録放射とする原案は、県路線におおむね踏襲されている。国会議員や地元財界人など有力者による国への働きかけは1967年から開始された。当時の法律では国、地方自治体、 道路公団しか道路法で認可された道路の建設は許可していなかったが、愛知県や名古屋市としては厳しい地方財政ゆえ、国と地方の接班出資による公団方式を望んだ。このため県や市は、首都高速道路公団や阪神高速道路公団に、習って新たな公団を誘致するべく国に働きかけを行い、認められれば、名古屋高速道路公団として事業化されるはずであった。 しかし建設省は新たな公団を認めず、名古屋をはじめ福岡、北九州や広島を含めた都市高速に対しても地方道路公社を設立の上へ事業化する方針を固めるに至った。認めない理由として、急激な自動車の増加によって政府資金だけでは需要に追いつかないことから地方財政及び民間資金を投入することで、 道路整備を円滑に遂行させたいとの思惑が働いたことによる。特に名古屋の場合は鏡が池線に絡む地元密着的な問題が絡んでおり、この時点ですでに地域住民との対立が鮮明化していたことから地元のことは自治体に任せる方が早いとの判断もあった。また、本州四国連絡協の建設に進行団を作る、他は 新たな公団を設置しない考えもあったことから、公団方式は否定される結果となった。この結果、1970年5月に法改正され、地方道路公社法が設立された。法改正によって民間資金を導入した公社方式による建設が新たに認可されたことで、1970年9月には公社法適用第1号として、 名古屋高速道路公社が発足するに至った。当初計画では1970年度から1979年度までの10年間で建設を終えることとされたが、折しもこの時期は高度経済成長の歪みとして、水俣病や四日市全速等の公害問題が顕在化し、自動車交通においても騒音や大気汚染の問題が国民の関心を集める中で、 名古屋高速では建設阻止に向けた住民運動が各地域で展開された。さらに1973年には住民運動が時の市議会を動かして都市高速道路関連予算の執行停止を招いた。挙句直後に実施された名古屋市長選挙では都市高速建設推進派の現職杉戸清を破って 都市高速建設反対派から推薦された元山正夫が当選した。それまでの姿勢は自民党主体の保守政治であり、市民の目線よりも経済優先の政治であったことから市民生活を二の次にした嫌いがあった。このため公害等の問題が紛失することになり、本山を当選させた時代背景には高度経済成長と開発優先の既存政治に嫌気がさした。 地域住民が市民本位の政治を強く求めたことによった。なお、市民目線の政治を求める流れは全国レベルで展開され、太平洋ベルトの主要都市の市長選挙は東京都の見延べ都知事を例としてのきなみ革新派が当選することになった。だが、一度スタートを切った都市高速の建設を革新姿勢が止めることは不可能であった。市長就任後の本山は、 建設反対の住民対応と、それに迎合して、建設撤回になった場合は、議会への説得と同意の必要、そしてこの時点で橋脚の一部が完成していたことから、その取り壊しとそれに要する費用の問題、及びそれまで注ぎ込んだ、建設費の死による返済と建設業者への損害賠償など、複雑に絡み合った問題を前にして全く身動きが取れなかった。このため本山は、 都市高速建設の方向性はすでに決定済みであることから住民の理解と納得を得た上で建設を推進する旨を表明し予算凍結解除に向けて市議会の承認を得るべく反対住民の説得のために環境対策や保障を制定し同年12月末には議会から解除を取り付けることに成功したただし引き続き道路構造等 環境に関わる点については、検討を加え、その間は、建設を中止する旨を付け加えた。これと前後して本山は建設再開に向けて、調査専門委員会に、環境対策の検討を依頼、その結果提示された案が、全面地下式の採用であり、これであれば、騒音、排気ガス、日照阻害、景観的配慮のすべてが解決可能である。しかし、 高架式に比べ地下式はコストが3倍かかるとされ、名古屋市の苦しい財政状況下では、全区間での採用は叶わず、全体の30%にとどまることになった。それでも、地方財政を圧迫することから、2本ある南北路線のうちの1本を棚上げすることになった。こうして不完全ながら、住民対応として、環境対策のプランを立案して、建設は再開と決まったが、 この間の長すぎた停滞は、オイルショックとも重なって、石油価格の上昇を伴い、それは必然的に物価、ひいては建設費の増大となって跳ね返ることになった。なお、時代の経過とともに建設費が、いかに上昇したかは次の例で表される。1972年の大高線、建設開始当初は 1km 換算の工事費が70億円。 それが30年後の2003年には200億円と約3倍に跳ね上がっている。また、1972年に比べ、その5年後には2倍の工事費でなければ落札されなくなるなど、1970年代に限ってみても物価は凄まじい勢いで上昇したのであり、後年、市長引退間際の本山が新聞社のインタビューで、自分の判断の遅れによって建設費の増大を、 招いえたことを認め、都市高速は効果を考えて、早急に整備すべきであることを述べている。本山市政における停滞を受けて1985年に市長に就任したのが西尾武義であった。立候補以前から都市高速問題が自身の政治活動の最大の懸案事項であることを理解していた西尾は立候補に先立って支持政党に 道路問題で自分を援護してくれるのか確認を取っている。そして都市高速早期整備を公約に掲げる西尾にお墨付きを与えた各政党は早期整備の意味が建設停滞と校舎経営の悪化を承知させかねない半地下、地下構造から再度高架構造への回帰を示唆することを暗黙のうちに了解した。そして就任直後から 地域住民による猛烈な建設反対運動を押しのけて、高架式に再変更の上と新環状線と1号、楠木の線の全線共用にこぎつけ、2号、東山線の留保北間の解除と、高速3号の建設に道筋を与えた。本山市政では、父として進まなかった、建設速度が1980年代後半、移行急激に向上したのは、西尾の政治手腕も、 さることながら市民の都市高速に対する意識の変化があった。それは本山が初当選した時代と異なり、公害対策よりも経済志向が強くなったことから一部の地域住民を例外とする他は大した反対もなく、各政党間の協調とも相まって事業を推し進めやすいという事情もあった。総括すれば名古屋高速の建設の歴史は公害対策と 地域住民の説得の歴史でもあり、この狭間で建設が滞ったこともあって、当初1979年度までに全線共用とする計画は最終的に2013年11月までずれ込むことになった。そして、公団方式ならまだしも地方自治体と民間資金をメインに構成される公社方式としての建設、運営であることから厳しい地方財政の制約も、 あって、多額の資金を要する環境対策重視の道路構造は経費節減のために破棄せざるを得ない状況となった。こうして計画は二転三転したことから、さらなる工事の遅延を招いた。そして年ごとに物価は上昇を続け、西押姿勢で建設速度が向上するも適切な建設のタイミングを完全に一致したことから、結果的に校舎は、 莫大なな借金を背負うことになったただし、反対住民との対話を通して、首都や阪神ではさほど帰り見られなかった環境対策は充実することになり、さらに副次的な効果として、キカバスのバスレーン設置及び、水害対策や一般道路の整備などが実施され、地域住民の利便性に資することになった。 料金制度見直しに向けた社会実験の垂れ幕名高速入り口の料金表示版。2021年5月1日から ETC 社は大距離制に移行した。校舎発足当初は均一料金制を採用した。均一料金制を採用したのは料金区分が簡素であることから料金徴収の時間節約及び本線流出時の料金徴収がないため大量の都市交通を 滞りなく円滑に処理できるからである。さらに、利用距離が長いほど割安となることから、長距離交通の高速道路への利用を促し、短距離交通との質的分離を促進させ、一般道路の混雑を和らげる意味がある。その一方で、お北線を別料金体系としたのは二つの意図によった。一つ目は、お北線の利用特性として、お北線のみのタンク管利用者が、 お北線全体の約半数と高い比率を占めることから、タンク管理用者の金銭的負担を軽減するためである。二つ目は、小牧、市宮方面から三重県方面に抜ける通貨交通を、名2館へ受け流し、都心部へ余計な交通を入れないためである。それは、お北線と名2館を相互利用した場合の料金を、お北線と名古屋線を直通した場合よりも、 割安にすることで通貨交通の名に管理を促す狙いがある。なお、名古屋線が名に管よりも割高に設定されているのはこうした事情からであった。なお、均一料金制は不公平感があることから、校舎としては首都高速、阪神高速で採用された利用距離に応じた料金制度を 名古屋高速でも導入するか否かの検証を実施することになった。その結果として、すでに実施中の ETC、末端特定区間割引を拡大、末端部と一つ目の出口に加え、新たに二つ目の出口間で670円を設定し、これに正規の770円を加えた3段階式料金体系として、 ETC 搭載者限定で2014年7月1日から1年間限定で社会実験を行った。元を正せば、均一料金制を採用する要因の一つが、係員による料金収受業務の円滑化に資することであったため、その後の ETC の利用率が9割まで向上すると均一料金制度にこだわる必要性が薄まり、 後者としてもこれを距離制度最高の機会と捉え、今後は実験結果を踏まえて、制度のあり方を煮詰めるとした。こうした料金再考を踏まえ、2021年5月1日から、名古屋中京圏の高速料金体系の整理、統一によって、高速料金が見直され、ETC 社限定で、距離別料金制度マイナス32.1、32. キロメートル以上1320円の導入を開始するに至った。なお、HETC 車は利用する入り口から最も遠い出口までの距離に応じた料金となる。これにより均一性による料金の不合理性が改善され、短距離でも都市高速を利用する車が増えることで、交通量が適正化し、名古屋市内の渋滞緩和が期待できると専門家は、 分析しているが、一方で、名古屋高速道路は今後、名古屋駅近辺に新たな出入り口を設置することと、名機道路の一宮以北の延伸が計画される、中で実質的に値上げとなる。今回の制度改定はそうした、計画の財源を確保する狙いがあるとも目されている。現在の路線故障と番号は1995年における、 都心環状線全線開業を契機として制定されたものであるが、以下の年表ではそれ以前のものであっても便宜的に現在の基準で表記している。なお、都心環状線全線開業以前の故障と番号は次の通りである。1号、万馬線、1号白川、東山線、2号、大高線、2号くすの木線。最高速度はオホーク線が、 時速 80km の他は、ほとんどが40時速 60km 制限となっている。なお、2号東山線の吹上西、吹上東、高張 JCT 間の半地下、トンネル部は、排気ガスによる視認性の低下や車両火災によるリスクの回避の観点から時速 50km 規制である。料金収支は、入り口方式、ETG と一般レーンを用意。 首都高速道路や阪神高速道路と同じく対距離料金である。料金収支は入口徴収、出口はフリーである。このことから通行料金を現金で支払う利用者は各入口からの最も高い料金設定となっている。集約料金書を除いて基本的に2レーン配列で ETC 専用レーンと一般レーンで構成される。以前は e t c と一般の混在レーンが存在したが、それを悪用して e t c 社と見せかけて料金所を突破する不正通行が相次いだことから、現在では原則的に混在レーンは廃止されている。2019年10月1日改定各種の割引は、料金所を e t c 無線通信によって通行することが条件となっている。曜日、時間帯の条件がある割引は、 料金券ごとにその料金書の通過時刻で判断し、それらの割引の重複適用しない。割引額20円未満の波数が生じる場合、波数は切り捨てとなる。ありがとうございます。